ライオン。回転錠のついた箱の中に入っていたカードだ。多分これも何かの施設を示しているんだろうな。1700という数字は24時間表示で時刻を表していたんだ。17時は12時間換算なら午後5時。数字の示す意味はこのことだったんだ。ありがとうはありがとう。文章のありをとうに変換してみると、とうの方からとうを見ろだ。まず、これまでに分かったことを説明しておくぞ。元太が見つけた箱の回転錠、箱の裏に書いてあった数字に合わせても開かなかったろ。ああ、うんともすんとも言わなかったな。あの数字、実は数式の一部だったんだ。あの数式に当てはまる記号を数字に見立てて、回転錠をその数字に合わせれば。ああ、スペードの8だ。パンフレットを見てスペードの8の場所へ行ったらコインロッカーだったんだ。使用中のロッカーは一つだけ。おそらくじいさんはそのロッカーに何かを隠したに違いない。それからアラビアンカーペットに書かれた数字1700、あれは年号でも製造番号でもない、時刻を表していたんだ。24時間表示の、つまり17時00分午後5時00分ってことだ。今4時50分です。あと10分ほどですよ。ああ、それと関連するのがプラネタリウムで見つけた謎の文章だ。これは手品師のじいさんが運ばれるときに何度も言ってた言葉がヒントだったんだ。ありがとうってな。ありがとう、あれはお礼じゃなかったのか。ああ、正確にはありがとうって言ってたんだ。途切れ途切れに。苦しかったからじゃないの。いや、そうじゃない。じいさんはあの文章の秘密を伝えたかったんだ。ありがとうになるってね。ありがとうに、アリの方からアリを見ろ。この文章のアリの部分をとうに置き換えてみろよ。とうの方からとうを見ろ。で、どういう意味だ。その塔に漢字を当てはめてみると、塔、東西南北の東。正解。すげえ三彦。いやー、初めの塔は方という言葉がつながるから方角を表す塔のこと。次の塔は見ろという言葉がつながるから、人、物、建物。わかりました、塔です。バベルの塔やエッフェル塔みたいな。つまり東の方から塔を見ろってことですね。大正解。わあ、光彦くん、すごい。
あってもいいな、お前。いや、それほどでも。でもよ、塔なんてどこにあるんだ？え？ありませんね、この中には。いや、塔っていうのは高い建造物と考えればいい。じゃあ、この園内で塔のような高い建造物は？観覧車！その通り。これをさっきの時刻と合わせると午後5時に東の方向から観覧車を見ろってことになるんだよ。なるほど。何かがそこから見えるんですね。ああ。それにあの観覧車、このカードの変な絵とほぼ同じ形だしな。本当だ！こりゃ間違いねえ。早く行ってみようぜ。よし。残ったカードはこのハートのキング。このカードが示す場所はある動物の檻だったんだ。だけどそこには何の手がかりもなかった。どういうことですか？このカードが示したかったのは場所じゃない。午後5時にこの位置から見えるあるものだったんだよ。何なんだよそれは。よ、あれだ。この動物園にいる動物たちさ、あの中に動物のキング、百獣の王って言われてるやつがいるだろ。そうか、ライオンだ。このカードのキングは百獣の王ライオンだけど、本物ではなく午後5時に東から観覧車を見た時に浮かび上がるこのイルミネーションのライオンだったんだ。目指すものはあそこにあるはずだ。行こう。はい。セーブするかい？
何もありませんね。おかしいな。ここに隠してあるのは間違いないと思ったのに。俺の勘違いか。でも例の移転前のライオン像はここには見当たらないし。え、どうしたんだよ、あやみ。ちょっとね。歩き回ってて気づいたんだけど、ライオンさんの檻とかカバさんの檻とかいろいろあるでしょ。檻の中の天井を見て、それぞれ檻の形が違うんだなって思ったんだけど。確かカバの檻は円筒形でしたから丸ですね。なんだか檻の形もカードの模様と同じなんだなーって。確かに檻の形もカードの模様と同じだ。でもちょっと待てよ。ハートのキングのところにあったライオンの檻は形は確かに同じだが、やっぱりカードと関係あるのかもしれませんね。あのライオンの檻は新築されたものだった。ということは古いライオンの檻がどこかにあるってことか。もしかしてライオンの像もそこに。読めてきたぜ。どうしたの、元太くん。そういえば俺も思い出したぜ。さっきまで猛烈に腹が減ってたんですっかり忘れてたけど、あれはアラビアンカーペットに乗った時だったな。何があったんですか。すげえ怖かったんだよ。そうじゃなくて。でもいいな、元太くんは大きかったから乗れたんでしょ。あゆみちゃん、そんなことは放っといて。おう、あゆみもうな重を腹いっぱい食えばでっかくなって乗れるようになれるぜ。ほんと？どう？おいおい、おめえら。あ！どうしたの、元太くん。そういえば俺も思い出したぜ。さっきまで猛烈に腹が減ってたんですっかり忘れてたけど、あれはアラビアンカーペットに乗った時だったな。なんだよ、思い出したことって。おお、アラビアンカーペットに乗った時に上から見るとよく見えたんだよ。歩いてる時は全然気づかなかったんだけどな。で、何が見えたんですか。三角とか四角が並んでたんだよ。三角とか四角？うわ、丸く並んでたぜ。ありゃ何だったんだろうな。おっかなくてあんまりちゃんと見らんなかったんだけどよ。
三角とか四角が檻の形とは違うことなのか。なんだ、今度は光彦かよ。ええ、実は僕も気になってたことがあるんですよ。僕もあゆみちゃんと同じで歩いていて気づいたんですけど。何に？多分夜間用だと思うんですが。夜間用？ええ、多分そうだと思います。でも動物の檻の上に明日電球を移し替えるらしいんですよ。檻の上？屋根の部分ってことか？はい、どう考えても変ですよ、あれは。だって午後5時で閉園する動物園ですよ。照明なんかいりませんよね。それに檻の上なんかに電球なんてついてませんでしたし。檻の上に電球？一体何のために？光彦、移し替えるってどっからだ？さあ、ここは推理が必要だな。